どうも田原元成です。この動画でフェブラリーステークスのデータ分析を行っていきたいと思っております。昨年はカフェファローが勝ったんですけれども、その前とかはね、結構そのKT ブレイブ16番人気2着みたいな、そんな大波乱もあるような、そんな一戦ですね。まずは、データの方から紐解いていきたいと、そんな風に思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは1番人気馬のデータです。こちらをご覧ください。まあ数字で言うと4222馬券内率 80%、非常に一番人気馬の信頼度、このフェブラリーステークスは高いです。それこそもうこれまでで言いますと2014年以降、目下8年連続で一番人気馬が馬券内を確保しておりました。おそらく今年の人気はね、帝王ケインズがおそらくダントツというか、そんなような人気が予想されるんですけれども、その帝王ケインズにとってはね、すごく後押しになるような、そんなデータとなりました。でそれ以外の人気馬を見てみますと、7番人気以下、こちらのゾーンの激走が非常に目立っていますね。昨年もエアスピネル、人気薄だったんですが2着に入りまして、その前とかね、それこそ16番人気1着コバノリッキーだったりですが、同じく16番人気のKT ブレイブが2着に入った、そんな超ド級の大穴みたいな、そんなこともあるのがこのフェブラリーステークスですので、結構人気がないからといってね、軽く扱ってはいけないような、そんなデータとなっております。はい、続いてはローテーションです。こちらをご覧ください。こちらを見てみますと上位3つですね、ネギシステークス、東海ステークス、チャンピオンズカップ、この3つがまあ主流ローテのね、一手差し支えないと僕は思っております。でそれ以外ですと、例えば東京大賞典であったりとか川崎記念、いわゆる地方小売のね、 G1 を戦ってきた、まあ、この5つの組がね、基本的には上位入選を果たすような、そんなケースが多いようなデータになりました。で特に注目していただきたいのがですね、上位3つ、東海ステークス、ネギシステークス、チャンピオンズカップ、この3つの勝ち馬なんですね。例えばネギシステークスの勝ち馬を見てみますと3113馬券内率 62.5%、同じく東海ステークスが3013馬券内率 57.1%、チャンピオンズカップを、ね、勝ってここに臨んだ馬って1頭しかいないんですけれども、その1頭ゴールドドリームも確実に馬券圏内連帯を確保しておりました。例えばその3つの勝ち馬ですね、そこに関してはかなり注目していいような、そんなデータとなりました。で今年の該当馬なんですけれども、ネギシステークスを勝ったのがテイエムサウスダン、東海ステークスがスワーバーラミス、チャンピオンズカップ、テイオーケインズ、この3頭がね、それぞれの前哨戦を勝っている、そんなところとなりました。まあ、前哨戦の勝ち馬で、この中だとね、おそらくテイオーケインズダントツ人気、それ以外のちょっとね、2頭に関しては紐穴みたいな、そんな評価だとは思うんですけれども、このローテーションのデータ、ここに関して言うとね、評価を上げてもいいのかなと、そんな風に思いました。はい、続いては決闘です。こちらをご覧ください。こちらを見ますと、サンデーサイレンス系が4勝を挙げておりまして、ミスプロ系が3勝。で、ノーザンダースター系が2勝ということで、まあ基本的にはね、どの系統もそれなりに勝っているのかなと、そんなデータになっております。で、ここからちょっと決闘とはね、話が逸れてしまうんですけれども、このフェブラリーステークスはね、基本的にリピーターの構想非常に多いです。例えばコパノリッキーが連覇を果たしたりですとか、ゴールドドリーム、この馬も何回も来ておりまして、例えばエスポアルシーなんかもね、ちょっと間を空いて構想したような、そんなようなこともありました。いわゆるリピーターレースみたいなね、そんなところがあって、この決闘の評価となっている、そういったところもありますので、やっぱ決闘とはいえども、やっぱ過去の構想馬、ここに関してはね、評価を上げるのが妥当なのかもしれません。で今年の出走予定馬で、過去のフェブラリーステークスでの構想歴がある馬なんですけれども、インティが、過去にね、勝っておりますね。で去年がエアスピネルが2着に入って、カフェファラオが1着。で、その一昨年だと思うんですけれど、KT ブレイブ2着に入って、サンライズドアをね、その年で3着に入りました。まあ、そういったリピーター傾向のあるところもありますので、まあ、この決闘というね、ちょっとずれるかもしれないんですけれど、そういった馬には注意が必要なのかもしれません。はい、続いては年齢別の成績です。こちらをご覧ください。こちらを見ますと、4歳から6歳、ここがまんべんなく勝っているような、そんな1勝ですね。その4歳から6歳が全10勝をマーク。まあ、妥当といえば妥当なのかなという、そんな感じもするんですけれども、ここで注目していただきたいのは7歳以上です。まあ、まだ勝利に関してはないんですけれども、7度馬券圏内に入っておりまして、7度の馬券圏内馬が全て5番人気以下、結構人気がないところだったんですが、構想を果たした、いわゆる配当妙味が高い、そんなところが言えるんですね。で、その高齢馬による構想の共通点なんですけれども、いずれも半年以内、半年以内において重賞連帯力がありました。たとえ7歳以上で実績があろうとも、やっぱ金層のね、まあ、少なくとも半年以内において連帯実績という、そういったところがないとなかなか構想にはたどり着かない、そんな風になっておりますので、まあ、いわゆる金層でいうとね、まあ、ある程度好調期にあるというか、まだピークアウトしないような、そんな高齢馬に対しては注意が必要なのかもと、そんなようなデータとなりました。で、今年の該当馬なんですけれども、何とか言いますね。アルクトス、エアスピネル、サンライズノバー。
で、スワーブ・アラミス、ソリスト・サンダー、ダイワ・キャグニー、このあたりがね、7歳以上なんですけれども、半年以内で重賞連帯歴がある、そういった馬に該当をいたしました。ちょっと勝ち切るというのはね、もしかしたら厳しいのかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるひも穴候補とか、そういったところにおいてケアが必要なのかもと、そんなようなデータとなりました。はい、続いては所属別の成績です。こちらをご覧ください。こちらはもう一目瞭然ですね。関西馬が圧倒的な良績を残しておりました。過去の勝ち馬なんかも本当関西馬がずらーっと並ぶような、そんなところでもありますし、本当去年カフェファローが勝ったのかなり珍しかったと、そんな風に思ったんですね。まあ、基本的には関西馬優勢、そう言って差し支えないでしょう。でちなみに関東馬に目を向けてみますと、馬券内に入った馬が2頭おりました。まあカフェファラオ、まあ、去年の勝ち馬と、あとノンコの夢が2回連帯を果たしているんですが、2頭には共通点がありまして、東京ダート 1600m での重賞勝利実績、これを満たしておりました。逆にそれを満たさないような、そんな関東馬にとってかなり鬼門となっているような、そんなところがありますので、まあ、該当馬のみね、注意するような、そんな形でもいいのかもしれません。で、今年の関東馬における、東京ダート 1600m 重賞勝ち馬、まあ、去年のカフェファラオですよね。まあ、この馬が該当するというような、そんな形となりました。去年のフェブラリーステークス以降ね、ちょっと不振というか、精彩を欠いているような、そんな状況ではあるんですけれども、慣れ親しんだこの舞台で、一遍があってもおかしくないような、そんなデータとなっております。はい、続いては騎手別の成績です。こちらをご覧ください。こちらを見ますと、ルメールジョッキーは素晴らしいですね。6回騎乗いたしまして、2202とね、4度の連帯を果たしていた、そんなようなジョッキーです。まあ、結構ね、やっぱ人気馬が多いのは確かではあるんですけれども、ちょっとモズ・アスコットとか、例えばダート 1600m が初めてとかね、そういった馬もおりましたので、その中にあって、着実に連帯とかね、勝利とかを勝ち取っている、そこに関しては評価すべきなのではないでしょうか。それ以外のところですと、まあ、武豊ジョッキーがね、2勝を挙げておりました。あとデムルジョッキー、このジョッキーも2勝を挙げておりまして、それぞれねこの舞台での好走力がある、そんなようなジョッキーとなっております。まあ、この4者に関してはね、それ以外の重賞、例えばユニコーンステークスであったりとか武蔵野ステークスとか、そういったところでも結構ね好走があるような、そんなところもありますので、結構やっぱこの2人に関しても注意が必要だと、そんな風に思っております。で、今年の該当馬なんですけれども、現時点の騎乗予定馬なんですが、ルメールジョッキーがテオレーマで、武豊ジョッキーがインティ、デムールジョッキーがエアスピネル、これらの馬に騎乗予定となっております。いわゆる人の部分に該当するんですけれども、こちらの方では評価を上げてもいいような、そんな形となりました。はい、続いては枠順別の成績です。こちらをご覧ください。枠順に関して言うとね、そこまで極端な偏りはないと思っております。まあ、内枠で勝った馬もおりますし、外枠中枠で勝った馬もいる、そういったところもありますので、まあ、そこまでね極端に枠、この枠入ったからどうっていうのはもしかしたらないのかもしれません。まあ、といったそばからなんですけれども、やっぱ1枠、こちらの成績が気になってしまいますね。1勝を挙げてはいるんですけれども、それ以外に関してはね、ずっと馬券圏外というような、そんなような感じとなっておりまして、数字で言うと1枠の成績が10018、やっぱ不振が目立ってしまっておりまして、やっぱね、地場スタートで外から砂をね、ずっと被ってしまうような、そんな条件でもありますので、そこを克服するっていうのはね、なかなか簡単なことではないのかもしれません。ただ同じ内枠のね、2枠に関してはすごく成績がいいんですよね。こちらが3勝、2着1回、3着2回みたいな、そんな構想が非常に目立つようなところでもありますので、内枠というね、やっぱその距離ロスがないところで運べるんですけれども、1枠はダメ、2枠は OK、そんなところがもしかしたらあるのかもしれません。はい、続いては客室別の成績です。こちらをご覧ください。まあ、先行から中段が7勝というところでありまして、まあ、基本的にはね、ある程度の行為につけつつ、しまいの足を伸ばせる、そういった馬にとってね、相性がいいような、そんな G1 となっております。ただ、その中にありまして、上がり3波の最速、こちらの馬にも注目をしてください。まあ、数字で言うと、2532、馬券内率 83.3%、この中にはね、昨年のエアスピネルのような、結構人気のないような、そんな馬もおりましたので、やっぱその切れる馬を狙う、これね、結構有効な手段なのかもというね、そんなようなデータとなっております。で、今年の出走馬におきまして、前走上がり3からの最速、こちら何頭かいるんですけれども、例えばスワーバーラミスがね、東海ステークス上がり3からの最速で勝ちました。で、同じように、帝王ケインズがチャンピオンズカップを上がり3からの最速勝利。やっぱそういったところがありますので、まあ、この2頭に関してはね、現時点で出走が確定しているようなところもありますので、この2頭に関しては、客室のところでは評価を上げてもいいような、そんなデータとなりました。で、最後にですね、今回出走する馬の中で高走率が高いような、そんなね、かなり強力なデータを持った馬を紹介したいと思っております。これが帝王ケインズとスワーバルミス。この2頭に該当するんですけれども、前走、中京、ダート 1800m。
こちらの条件で上がり3波の2位以内で勝った馬、これに該当した馬というのが3110とね、非常に高いようなそんな高走率を誇っておりました。まあ、中京ダート1008というとね、東海ステークスとチャンピオンズカップ、まあ、この2つがパッと浮かぶんですけれども、まあ、結構タフなコースです、かなり。ダート1800なんですけれども、坂がね、あるような条件でもありますので、なかなか、こう、マイルだけではこなせないみたいな、そんな総合力が問われるような、そんな舞台なんですね。で、それを上がり3波の最速で突き抜ける、これかなり簡単ではありません。過去にね、その東海ステークスを、その上がり3波の3位がとかで勝った馬がいたんですけれども、いずれもね、東京ダート1600メーターでちょっと厳しいような結果になってしまいました。反対にこの条件で上がり3波の最速とか2位とか、そんなところで勝つというのはね、ここにかなり結びつくような、そんなデータとなっておりますので、帝王ケインズとスワバラミス、この人にとって追い風となるような、そんなデータとなりました。あともう一つね、高走率の高いような、そんなデータもお伝えをさせてください。こちらなんですが、東京ダート1600メーターの重賞勝ち馬。まあ、今回のね、フェブラリーステークスと全く同じ舞台なんですけれども、この重賞勝ちのある馬というのが10年連続で馬券内に入っておりました。まあこれは極めてシンプルなね、そんなやり方だと思うんですけれども、例えばこの中にはエスポアルシー。これ2010年かな、の勝ち馬だったんですが、その2013年という3年後に激走を果たしておりました。結構みんな忘れがちというか、そんな、そういえば勝ってたな、みたいな、そんなところもね、あったのかもしれないんですけれども、そういったね、過去の実績馬がこの舞台で一遍を果たす、そのパターンには警戒が必要となっております。で、今年そのデータに該当するのが、インティとカフェファラオとサンライズの馬とソリストサンダー。この4頭がね、東京ダート 1600m 重賞の勝ち馬、こちらに該当をいたしました。そうですね、現時点だとカフェファローはやっぱね、なんだかんだ人気かなとも思うんですけれども、それ以外とかは結構人気今回落ちるのかなと予想されておりますので、そういった結構古豪にね、当たるような馬たちだと思うんですけれども、この舞台に変わって一遍、そのパターンは警戒した方がいいのかもしれません。じゃあ最後にですね、今回出走する馬の中で高走率が低いというような、そんなデータの方もお伝えをさせてください。こちらの方がテイゲムサウスダンとレッドルゼル、この2頭に該当してしまうんですが、芝もしくはダートの1600メーター以上未勝利。これに該当した馬というのが00119とね、連帯が1頭もないような、そんなデータとなってしまいました。この中にはですね、後の G1 高走馬である、例えばコパノキッキングであったりですとか、レッドルゼルとか、そういった馬もいたんですけれども、いずれも馬券圏外になってしまいました。やっぱこの条件ってね、それこそ先ほどちょっと関連するんですけれども、中京ダート1008と相性がいいとか、そんなところもありまして、多少ね、やっぱマイルよりも上の距離、これをこなせないとちょっと厳しいような、そんなデータなんですね。やっぱそのスプリント適性だったりとか、専用がより適性に近いような、そんな馬にとって相性は良くない、そんなデータになっておりますので、やっぱ前哨戦勝ち馬のテイムサウスなんとかね、G1 馬のレッドルゼル、この2頭でやってもね、少しデータの面ではね、割引をしなきゃいけないのかなと、そんな風に思いました。はい、以上でフェブラリーステークスのデータ分析は終了となります。やっぱこの舞台ですのでね、いわゆる東京ダート 1600m 実績、ここがかなり鍵になるのかなと僕はそんな風に思っているんですね。あとそれ以外ですと中京ダート 1800m、ここもかなり関連性が強いような、そんなところとなっておりますので、まあ、そこに該当するような、そんな馬をデータとして高評価としたような、そんな形となりました。この流れが参考になればね、チャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。